こんにちは、デリッシュキッチンです。マルコメの提供で3色スティックレアチーズケーキのご紹介です。まずいちご12個のヘタを取り、縦に4等分に切ります。クッキー 100g はビニール袋に入れ、麺棒で細かく砕きましょう。抹茶小さじ1と無塩の溶かしバター 50g を加えて揉み込みます。抹茶クッキー生地を型に敷き詰めて、冷蔵庫で30分程度冷やし固めます。クリームチーズ 150g をボウルに入れ、マルコメ米麹から作った濃度2倍麹甘酒の素を 150cc 用意します。これを3回に分けて加え、その都度滑らかになるまで混ぜます。クリームチーズは常温に戻しておきましょう。水大さじ2と粉ゼラチン 5g を耐熱容器に入れてふやかし、600ワットのレンジで20秒加熱します。先ほどの生地に加えて混ぜましょう。レアチーズ生地を抹茶クッキー生地の上に流し入れます。その上にいちごを乗せ、固まるまで冷蔵庫で2時間程度冷やします。固まったらスティック状に切って完成です。プラス麹、濃度2倍、麹甘酒の素は砂糖不使用、アルコール 0%。 ぜひお試しください。